はい、マシマシチンパンジーということでね、今回もやってました。うん、マシマシとはですね、ある業界では、何かをね、プラスするっていう時にね、使われる単語のようです。今回もね、チンパンジーに何を足したんでしょうか。前回のね、野菜マシマシ編のね、後編、一体ね、野菜をマシマシしてどうなったんでしょうか。今日はね、カランちゃんがね、草をね、食べるという動画がね届いてますんで、そっちの動画をご覧ください。どうぞ。はい、これがですね、カナンちゃんがですね、葉っぱを食べてるところですね。こうやって、日中ね、葉っぱを食べたりする時間も、増えてきました。食べてますね。食べてみたり、持って運んで遊んだりもしていますね。これが葉っぱの食べて、はい、カランちゃん、草をね、食べてましたね。日中もああやって、草をついばんだり遊んだりですね、時間をかけて、野菜マシマシがね、じわじわと効いてきてるという感じですね。次回もですね、まだ、草を食べるカランちゃんに続き、続々とね、いろんな動画が上がってきてますんで、その野菜マシマシの結果を見ていただきたいと思います。マシマシは続きます。それではさようなら。